皆さん、こんにちは。今回は日本の国技である大相撲の世界に焦点を当てていきたいと思います。相撲には長い歴史と伝統があり、多くの名力士たちが活躍してきました。そんな力士たちの活躍を陰で支える美人な奥さんたちにスポットライトを当て、その魅力に迫ってみようと思います。第10位にランクインしたのはバルト関の奥さんである竹内素直さんです。竹内さんは歌手としてデビューを果たし、その後はタレントとしてもマルチに活躍されています。幼少期を大阪で過ごしたため、普段の会話では関西弁を話すことが多いのだとか。現在は夫であるバルト関を支えながら、自身の活動にも精力的に取り組んでいるそうです。実は竹内さん、中学時代は柔道部に所属していて、富山県大会では見事優勝を果たしたこともあるんですよ。ちなみに好きな男性のタイプを聞かれると、井上陽水さんの名前を挙げていました。第9位は鷹の匠の奥さんである千葉雪菜さんです。千葉さんは大手芸能事務所のオスカープロモーションに所属し、モデルとして華々しく活躍していました。2020年8月に鷹の匠との結婚を公表し、一躍注目を集めましたね。その後11月場所で夫が見事優勝を飾った際には、私事ですが場所前に結婚しまして、頑張っていきたいなと思っていたので、優勝できて本当に良かったですと幸せいっぱいのコメントを残しています。結婚後はモデル業は控えめにし、夫のサポートに専念しているようです。千葉さんが溺愛しているのはトイプードルのジャン君。以前は人気スポーツバラエティ番組ジャンクスポーツなどにも出演していたので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。続いて第8位は琴奨菊の奥さんである石田由美さんです。石田さんはあの高級ブランドエルメスジャポンに勤務していたという正真正銘のキャリアウーマン。しかし2014年末エルメスを退社し、琴奨菊と添い遂げる人生を選びました。石田さんはロシア語、英語、スウェーデン語の3カ国語を操るマルチリンガル。夫のどこに惹かれたのかを問われると、彼の人柄に魅了されました。迷いもなくお嫁さんになりたいと思ったんですと答えています。石田さんは夫の世話を一手に引き受けており、特にかかとのケアには力を入れているのだとか。なんと毎日欠かさずクリームを塗っているそうですよ。第7位は徳勝流の奥さんであるちーさんです。残念ながらちーさんの詳しいプロフィールは明かされていませんが、一般の方で弁護士事務所で秘書をされているそうです。2人の出会いは錦糸町にある居酒屋だったそうで、それをきっかけに交際に発展、2016年にゴールインしました。当時は嫁が美人すぎると評判になるほど抜群の美貌を誇る方なのだとか。第6位は石浦の奥さんである平岡京子さんです。平岡さんは2017年にわずか23歳の若さで石浦と結婚、同年10月には東京都狛江市内のホテルで盛大な挙式披露宴が行われました。結婚を報告した際、石浦は責任が自分一人のものではなくなりました、妻を食べさせていけるようより一層精進しますと男らしくコメント。平岡さんは結婚前石浦の母校である保育士をしていたのだそうです。驚くべきは北海道と大阪という遠距離恋愛を実らせたということ。現在は石浦の健康管理を第一に考え、バランスの取れた食事作りなど献身的なサポートを行っているそうです。第5位は千代の国の奥さんである林愛さんです。林さんは大阪府出身の元会社員。2人の出会いは2010年の夏場所後に開かれた食事会でのこと。そこから約7年間の交際を経て2017年についに結婚。翌2018年2月には東京のホテルでアットホームな挙式を挙げています。純白のウェディングドレス姿の林さんを見た千代の国は、綺麗だなぁと改めて実感した、緊張のあまり震えが止まらなかったと当時を振り返っています。千代の国が怪我の影響で幕下まで番付を下げた時には、2人で広々とした 3LDK からこじんまりとしたワンルームに引っ越したというエピソードも。林さんは会社員として働く傍ら、調理師などの資格取得にも励んでいたそうです。千代の国が見事復活を遂げられたのは林さんの支えがあったからこそだと言えるでしょう。第4位は北勝富士の奥さんである中山真奈美さんです。2人が出会ったのは
2015年の春場所中に行われた新序出世披露での記念撮影。その2ヶ月後、錦戸部屋を見学していた中山さんに偶然にも北勝富士が声をかけたことから交際が始まったそうです。北勝富士の熱心なアプローチが実を結び、めでたくゴールイン。結婚当時、北勝富士は27歳、中山さんは31歳で、姉さん女房というわけですね。2020年1月に婚姻届を提出しています。ちなみに北勝富士の子供の頃の夢はパティシエだったんだとか。今後は持ち前の押し相撲でますますの活躍を期待したいですね。第3位は土佐豊の奥さんである小泉恵里さんです。小泉さんはタレント兼マジシャンとして活躍しています。2人は2016年2月に結婚を発表して、同年10月2日に挙式と披露宴と断髪式が行われました。小泉さんは相撲好きとしても知られています。現在は時津風部屋を襲名した旦那さんを支えながら様々な活動をしています。2017年に第1子長女を出産したことを報告していました。2019年には自身のツイッターとインスタグラムにて第2子の妊娠を発表していました。第2位は照ノ富士の奥さんであるドルジハンドさんです。ドルジハンドさんは照ノ富士と同じくモンゴル出身。日本への留学中に知人の紹介で出会ったそうです。長い交際期間を経て2018年2月にようやく婚姻届を提出。プロポーズはモンゴルの大切な日であるバレンタインデーにロマンチックに行われたのだとか。先の夏場所では照ノ富士が見事優勝を飾りましたが、あの堂々とした立ち姿は本当にかっこよかったですよね。そして栄えある第1位に輝いたのは高安の奥さんである常海さんです。素晴らしい美人奥さんに恵まれ、公私ともに充実の日々を送っているようです。誰もが憧れるような理想的な夫婦の形と言えるでしょう。優しく穏やかなオーラを放つ常さんは常に夫を見守り、時に厳しく時に優しく寄り添う存在。まさに良妻賢母の鏡です。また演歌歌手としての実力も折り紙付き。常さんは演歌歌手として確固たる地位を築いている実力派。2人の出会いは2017年に行われた NHK 福祉大相撲でのこと。共演をきっかけに交際が始まったそうです。2019年の秋に婚約を発表し、2020年7月に晴れて夫婦の誓いを立てました。結婚と妊娠の報告はフェスのオープニングセレモニーで行われ、ファンを喜ばせました。2021年2月には待望の第一子となる女の子が誕生。家族の絆も一層深まったようです。実は土佐、4歳の頃から民謡を習い始め、小学6年生の時には江差追分全国大会少年の部で史上最年少の優勝を果たしているんですよ。2017年には茨城県境町の観光大使にも任命され、シングル函館夜景ではオリコン演歌チャートで堂々の1位を獲得するなど、歌手としても目覚ましい活躍を見せています。透明感のある美声は聴く者の心を癒し、魂を震わせずにはいられません。高安にとって土さんは心の拠り所であり、最高のパートナーなのでしょう。二人三脚でこれからも前進し続けてほしいものですね。いかがでしたでしょうか。大相撲の世界には美人な奥さんが本当に多いですよね。その魅力たるや計り知れません。改めて力士たちの活躍の陰にはいつも献身的に支える妻の存在があることを実感させられました。そんな素敵な奥さんたちの輝きがこれからもますます増していくことを心から願っています。皆さんは力士たちの美人な奥さんたちについてどう思いましたか。感想や取り上げてほしい力士がいらっしゃいましたらコメント欄で聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。